はい、皆様こんばんは。ワールドオブタンクスの公式大会 WGL アジアエイペックゴールドシリーズのシーズン1フェーズ2、本日が開幕戦となっております。まあ6週目、そして12日目ですね、配信日で言うと。はい、今まで3試合が経過しましたね。いい試合もあれば、ちょっとね、上調な試合もあったりで、なかなかこうね、いつものように長い試合、長いこう配信となってしまっておりますが、次の試合がね、我々日本、なんだろう、配信の目玉となっておりますので、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思っております。はい、こちらのね、日本語実況配信の実況を担当いたしますのは、戦車おじさんこと名取と申します。よろしくお願いします。はい、そして解説はプラテです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、そこでこうドンと。はい、本日はこちらのハッシュタグですね、ハッシュタグを用いていただきまして、ツイッターでこうガンガンつぶやいていただくと、抽選で1名の方に20万クレジットとプレミアムアカウント3日が当たるとい こうイベントを行っておりますので、ぜひぜひ、はい、どしどしこうつぶやいてください。抽選、厳正な抽選を持って1名の方にこう当選いたしますので、はい、あ、はい、何度も言いますが、僕の解明案募集中です。読みやすい解明案を募集しております。今のところ全然投稿がありませんが、はい、募集してますよ。だからこれすごい私物化ですね、放送の私物化ですけれども、はい、皆さんで書いていただければね、非常にいいと思うんでね、はい、はい、ぜひね、お願いしたいと思います。残念ながらね、NA はもう、ちょっと無理ですね。アジア、はい、アジア限定となっております、はい。この大会もね、アジアサーバーで行われておりますので、そうですね。ぜひね、興味がありましたらね、アジアサーバーアカウント作っていただいてね、参加していただければね、非常にいいんじゃないかなと思います。まあ、ティア店結構な数いるんで、なかなか最初は難しいと思いますけれども、はい。よろしくお願いします。その、なんだろう、こう、最短でティア店作った人って、確かね、2週間でティア店1台作ったよっていう人がいたと思います。まあ、だいたい何千ぐらいでいけるんだ、1500、600できるっていう話ですけどね。もうすごいこう、なんだろう、ショートカット、ショートカットで、その、ああ、はいはいはい。ねえ、こう、やればなんとかそれでいけるよっていう感じらしいですね。結構かかりますよね、だからね。頑張ってもね。そうなんですよね。頑張ってもやっぱり1000銭ぐらいはかかるんじゃないかなっていう。うん、いや、難しいですよ、本当に。その、うん、なんだろう、もうすでに、なんだろう、ソロ、常にもうティア店車両を作っていて、こう、なんだろう、ショートカットの方法がなんとなくつかめたっていう、こう、プレイヤーが初めてそこで、こう、なんだろう、最短でどれぐらいで作れるんだろうっていうスピードチャレンジして、やっぱりその程度かかるっていうぐらいですから、難しいとは思うんですけど、でも頑張ればね、それぐらいはいけるという、はい、ところで。ね、ぜひね、こう、どのティア隊でも面白い戦車、ね、強い戦車、たくさんいますのでね、ぜひね、こうまだワールドオブタンクスやってないっていう方はぜひプレイしていただいてみるとかね、 あとね、このワールドオブタンクス PC だけじゃなくてね、こう先ほどコメントにも出てましたけど、ブリッツって言われてるその iPhone とかスマホでプレイできる ものでしたり、あとはその、まあ、ね、タブレットが一番いいのかなと思います。そうですね、はい、まあ、タブレットが操作しやすいんで、うん、タブレットがいいと思います。そしてあとはもうね、プレステ4や Xbox でもプレイ、ね、遊べますからね、うん、ぜひね、こう、戦車でね、どっかんどっかん打ち合うっていうのはね、こう、うん、僕みたいな、こうね、ちょっとこう、年食った人間でも、ね、反射神経勝負になりにくい、こう、ゲームですからね。はい。こう、ね、こう、漫画家の小林玄文先生っていう、こう、ね、もうかなりお年を召したお方でもプレイでき、遊べるよっていう、非常にこうね、年齢はあんまり関係のないゲームとなっておりますのでね。若い人でも、こう、年取った人でも普通にプレイできるという。ロシアのプロでも結構、いますよね。こう、年。結構、年いってる。まあ、ナビとかは30超えてる人もいますからね。まあ、例えば、誰だ。インスパイアルとかは34だっけな。34、5だった気がしますね。4、5でしたね。インスパイアル、うん。そうですね。だったり、レバーももう30ですし。まあ、なんかそういう、なんか、結構ね、例えば、まあ、別のゲームの名前出したら悪いけど、別のゲームの名前出しちゃダメだからあれだけど、某ゲームなんか、まあ、もう20前後の選手ばっかりみたいなゲームもありますよね。うん、あれですよね。まあ、そういう中では。こう、
特にこうなんだろう、 FPS でその反射神経でどうにかするゲームっていうのはなんか18歳がもうなんか適齢で、その後はどんどん衰えていくだけみたいな、そういうゲームもあったりするんですよね、うん、ありますよね、はい、ところがこのね戦車のゲームに関して言えば、ね、ロシアでもこうかなりこう、はいはい、年齢高い人もいますし、 EU でも結構いましたよね、はい、確かそうですね、うん、結構チームのマネージャーでもこうねすごいこう貫禄のある人がいたりで、なかなか面白かったりします。はいはい、ね、ぜひね、これを機会、この配信を機会にね、遊び始めましたっていう人がいたら、それはそれでこう嬉しいですよね。そうですね。ただね、このリーグっていうのはね、両者ともにこう、あ、来ました。そうですね、分かった上でこうプレイしてる選手が多いからね、この域にまあ到達するのはなかなか苦労するんですが、さあ、見ていきましょう。まずはゴーストタウンからです。タンクピックはこれ、昨日と同じですか、ほとんど。若干違うかな。ゴーストタウンアタックに113 1枚いましたっけ。多分これ いたと思います。いましたっけ。はい、これは多分 00V が乗ってるやつじゃないですかね。なるほど、うん、だと思います、はい。まあ、どう配置変えるかですね。これあのビーゲミングが勝ってますから、昨日ゴーストタウン、そうですね、あの防衛、防衛あのビーゲミング防衛は勝ってましたから、はい、こうね、シティが変える番ですね。そうですね、これね E100 を沈めるのがもっと早ければなんとかなってたっていう、まあ、ところがフォーカスのところがちょっと甘いん で、そうですね、まあ、そこもありますし、はい、さあ見ていきましょう。昨日も見たぞこの勝負、 B ゲーミング VS カレンティー側のゴーストタウン。さあ青チームが攻めがまずは仕掛けます、カレンティー側、赤チームがまずは防衛、 B ゲーミングですね、はい。ポジション的には、これね昨日と全く同じですね。 E100 をまずは入れて、あ、これでも CT が相当変えてきましたね。CT はかなり変えてますね、うん。キャップの南側に入れてきましたね。うん、2キャップの南ですか。そうですね。2キャップの南に入れて、おそらくなんですが、こう、相手のオートローダーを先に仕留めようという算段なんではないでしょうか。なんか相手が外側に展開してくるんで、さらにその外側に配置した感じですね。そうですね。まあ、ラグビーでいうところ、ラグビーでなんかよくある展開ですよね。どんどん外側にパス出していくみたいな感じで。はい、そうですね。はい、どんどんこれ外側に広げていった感じですね。これ113しかし、あっ、ここに変えましたか。これいい、まあこれ微妙なところですかね。微妙なところかな。さあちょっとどのように動くかどうかわからないですが、オペレスク選手がまずはねキャップゾーンに入ってきっちりと相手の動きを待っていますが、さあ南から仕掛けようとしているのが B ゲーミング。これねミディアム2枚がここで引っかかったか、ここじゃない、カメラここじゃない、もうおい遅い遅いはい、これね、これ1本やっちゃったね、完璧に取りましたね。大鳥選手がボーンヘッドじゃなくてもう誘い込まれましたね。これは待たれてましたね、ここから来るんでしょということを読まれてましたね、完全に。もう完全にこれはこう1本目、仕方ないです、カレンが取りました、はい、うん、これは仕方がないあの取られ方ですね。ただこの先まだティア級1枚ですから、この先きちんと進めていかないと、あのまだまだそうですね、ひっくり返すチャンスはいくらでも転がってますからね。さあ57ヘビーね、ここ下がってきてしまいますと、こう113にこう引っかかってしまいますが、113に対してもこれちゃんとあれですね、こうフォローは入ってるんですが、54ライトタンクだとそこまで54LT では足りないですね、足りないですね。ただここで、あっとタッキー選手に瞬間的にダメージが入っていった、一気にダメージ入りましたね。しかし撃破には至ってないですね。うん、まだまだちょっとじりっとした展開が続く。これデコムリ選手をフォローしていきたいところですが、さあここからどう動いていくのか。CT は南がちょっと生きてないんで、この瞬間にこの南の一番南にいる 50B をどうやってどこに配置するかですね。そうですね、ちょっと動かさないと、これこのままだとあの働かないですね。これ多分おそらく2キャップの周りを回らして、こうね南側からこうがっつりと当てていくところですね。そうですね、やっぱり 50B はそのタイミングを伺って、そうですね、キャップに入らないような感じで当てていきました、当てていきました、来ました、来ました、ポーリー選手、そしてユパ選手がまずに相手の 215B に対してフォーカスを決めていく。フォーカスかけましたけど、これは危ない展開でもあるんで、ねえ、この瞬間に別のシーンでこう動いてると危なかったりするんですが、さあ、57ヘビー T4 選手に対してまたフォーカスを入れていく。こう北の57、まあ、まだ足りますかね、これ。これ、一旦引くと思います。一旦引いて、足りないですね、やり直しですね。うん、いや、これ引いてしまえば、これは CT が有利だけ残った形になってしまいますね。はい、しかしこれ困ったことに、相手のこうトマト選手がこのタイミングでこう前に出ることができれば、
オートローダーで、まあ、球を吐くことができればといったところなんですが、あっと、秋選手落とされた。篠崎選手もかなりこうダメージを負ってしまっている。しかし、リロードは完了した。リロードは完了したので、ここで前にまたさらに出ていく。これで E100 を倒しきれるかどうかが肝になってきますね。さあ、顔を出したタッキー選手に、あっと、モーダメ選手が突っ込んでいく。これ、きっちりと取りに行った。取りに行きましたね。E100 これで囲まれた形ですから、これはもう E100 何もできないですね。さあ、こうねえ、ようですね。ああ、もう囲まれて、イーハクももうなすすべなくなった。さすがにこう一戦修正してきたカレンティーガがこっ、ね、きっちりと、取り切った。ねえ、これユーパ選手、バットチャットがちょっと読まれてましたね。そうですね。完全にもう先にこう仕掛けて いきましたね。そうですね。これは読まれてましたね。罠を張ってこう落としに来ましたね。そしてこれね、順番的に打ってもね、先に落とされるけどね、こうやってきっちりと、けど、球が足りないですね。そうですね、うん、さあ、防衛戦もうすでに昨日の今日で修正してきたぞ、カレンティーが。これ修正してきた。ちょっとビーヘビングはちょっと工夫がなかったかもしれないですね、うん、ちょっと昨日の今日で変えられる余裕がなかったんだと思います。ちょっとあの、なんていうんですかね、負けたマップに関しては変える余裕があるけど、勝ったマップはこのままでいいかっていう、勝ったマップに関しては変えてる余裕がなかったんだと思うんですね、うん、これこれで完璧に読まれましたね、うん、南から出してくるのはこれは読まれたと思います。50尾3枚出されて出てきた瞬間に叩かれるっていうのはこれはさすがにね、うん、仕方ないですね。もうこれ選手の責任ではなくて、ちょっとまあタクを変えられないちょっと余裕のなさというか、うん、まあそれが全体的にこうなってしまったのかなと思います。やはりもうね、変える余裕があったのは実はカレンティーガーの方だった、まあ、そうですね。負けた試合で、まうん、負けた試合なんだけど、うん、勝った試合もね、CT あんまり多分変えてこないと思います、これ、うんうん。CT はどちらかっていうと、どう対応するかで決まるような戦略なんですけど、ウィジはもう最初から最後まで、頭からケツまで決まってるっていう、うん、戦略がちょっと多いので、そこ、修正する量が違いすぎるんですよね。うんうん、なんで、そこをどう、まあ、大きく直してきたかっていうのが、今日の注目だった感じはするんですけど、まあ、これから、まあ、始まる。攻撃防衛ひっくり返したところで BG がどう修正してくるかっていうところが、BG の実力が問われてくるところだと思います、はい これね、まあ、この負けに関してはちょっと仕方ないです、うん、仕方ないですね、はい、これなんですけどね、こう今リプレイ出てたんですけど、いやキャップしてるのはもうどうでもいいから戦闘が起こってるところを映せよ。そう、これは戦闘起こってるところを映してもらわないと。そう、さすがにね、今の南は映してもらわないと、うんうん、今のその南のシーンっていうのがそのカレンティーガの変更してた肝だったわけなんですよね。そうですね、南に50尾を3枚配置したっていうのが重要なところですね、はい、うん、それでこうね、こう大鳥選手とあともう一人のね、こう MT がさ、相手のオートローダーの速、まあ、速、まあ、横から突っ込んで、トローという動きを見せたんですが、逆にね、ユパ選手、ユパ、ね、選手、ポーリー選手、そして篠崎選手がそれを手玉に取って先に撃破するという、そういう展開になったんですよね。うん、これなんかマーブナビ出ましたね、さっきの思ったので5400とかでしたけど、これはもう4900ですから、相当ですね。これは4クリップ回してますか。4クリップ回してますね、16ですから。16、4クリップ、よく回しましたね。まあ、これ、はい、まあ、2つ意味があると思うんですね。1つは最後まで生き残ってるから4クリップ履ける。もう1つは、そうですね、いい位置にいるっていうところですね。はい。はい、ちょっとね、今こう画面の切り替えが遅れてしまいました。多分ね、上半分が見れてないという、ちょっとこう失敗した、失敗した結果になってしまいましたが、今ね、ユパ選手がね、16ショット、ダメージが4900の2キルです、そうですね、そんな状態でしたね。はい、なんで、まあ、4マが履ける位置にいるっていうことがね、まあ、一番大事なとこですね。はい、うん、で、大鳥選手が完全にもう、その罠に、こうね、彼の仕掛けた罠に完全に引っかかりましたよね。まあ、これはもう仕方ないです。まあ、多分作戦で決まってたんだと思うんですよ。あそこ走るよっていうのが。うんうん、で、その通りに動いたら、撃破されちゃったっていうのを選手のせいにするのはきついですね。で、変えてないのを B ゲームのせいにするのもきついです、これは。なぜかっていうと、日程がこれなのがちょっと。そうですよね。うん、ただ、これで完全に、その、読まれてると分かったわけですよね、B ゲームが。これって選手の中でも疑心暗鬼が生まれてくるんですよね。そうですね。次同じことやったら対応されるんじゃないかっていう。今までのなんか勝ちゲームだったマップが
怖いですね。全部こう逆メタ取られてるんじゃないかっていう、その選手の中にそのすごいこう疑問が湧いてくると、そこでこうね、今までやなんだろう、貫いてきたことがこうブレてしまったりっていうことになってしまいますと、その勝ってたマップ、そして負けた修正したマップに関してもすごくこう動きが怪しくなってしまう。そこをこうね、カレンはうまくつけると面白い試合になるのではないでしょうか、といったところで。E100 出てきましたね。昨日も E100 は1枚入ってましたから、昨日とほぼ一緒の編成だと思います。一緒ですか、はい、BG もでもそんな、いや BG は変えてるんですね、これ113113ですから。そうですね、変わってますよね、かなり軽くなってるんですね、54E1 ですか。いやなんか全体的になんかペラい構成できましたね。これ結構最近の流行りに乗ってる構成といえば、ね、はい、流行りに乗ってる構成ですね。さあどのような試合になりますでしょうか。こう勝ち試合を変更してきたか B ゲーミング、さあ見ていきたいと思います。いやこれは CT が取ったマップですね。あ、 CT がそうですね、あ、取ったマップだからこそ大幅にチェンジしてきたか、失礼いたしました。取られたマップなんで、これ多分北取りに行くんですね、はい、多分これ昨日何が失敗したかっていうと、多分南回ったのが失敗だったとみなしたんだと思います。これはまあ確かにそうで、最近の流行りから言っても北から入った方が、あの1キャップ2キャップ天秤にできるところもありますから、そうですね、うん、いいのではないかっていうふうに言われているので、そこを修正してきたっていう。さあ 54E1 が見えてしまって、そこでそれにとらわれることなくポジションを取りに行くのか、カレンティーが 54E1 これね、なすすべなく、この数のオートローダー目にしたらちょっといけないですからね。ポリ選手が前に行く、これあんまり下手な動き方をすると危ないですけどね。そうですね、こうその外側から攻めていく、あーっと T4 選手にまず2発、そしてタッキー選手にも刺さっていった。いやこれは取ったの痛いですね、これはちょっと痛すぎるダメージですね。さあ秋選手の E100 にもダメージは入っていくんですが、これ北側に残してしまった選手、これはこのままだとまずいから合流しないとまずいんですが、57ヘビーと 50B が逆進行できるかどうか。逆に仕掛けていった、逆に仕掛けますね。これ逆に仕掛けたときにこれ CT 対応できないですよ、この枚数2対3ですからね。そうですね、モーダメ選手が落とされてしまった、落とされてしまって、ポリー選手もこう厳しいか、ここで前に出れるか。いや出れないですね、これは出れないです。うん、ただ打ち尽くしてしまったのはもう変わりないので、ここデコモリ選手が出ていった、出ていった、出ていった、ここでデコモリ選手出ていった、あと T57 ヘビーが下がれない、50B が壁になってる、ね、50B が早いですね。さ あしかし57ヘビーもうこうリロードが終わった、こう1点2点、ね、3点としてきますね。さあここでバットチャットが引きつけるか。いやバットチャット、これ 50B 倒せますかね。 50B 倒せればこれは CT が勝てますが、さあ一気にこう、あっと 50B が完全に弾が足りなくなってしまったか、ヘイトを取ることには成功したか。一気に逃げていきます、逃げていきますが、逃げてしまった方がいいですね、後ろから50秒来てますよ、またしかし、あっとポリー選手がその隙をついてさらにこう攻めていった。いや、おっとこれは B ゲーミングがちょっと有利ですね。そうです、まだ有利な状況で、あっとオペレスク選手のヒートが54に刺さらないか、あまか貫通しないですね、しかしタッキー選手を落とせればこれ完全に流れが変わるんですが、これはなりますね、取れませんか。しかしいやもうポリー選手リロード入ってますね、あーっと113と2台でやられてしまった。しかし篠崎選手がそこに襲いかかる、 50B 倒して113はしかし倒す球が足りないですね、足りないですね。そうですね、そこで113が追っていくとこれがどうなるかっていうと、ユッパー選手があっと113当てることができた、ここでユッパー選手は飛び出しどっちを取りに行くか、あーっと113ですよ、そうですね、113です、どうやっても54にこう気を取られてしまったか、よ今の飛び出し方は良くなかったですね。さあしかし、オペレスク戦、あっと113落ちた、これねこうユパ選手にかまけてると、251で打ち続けられますよ。そうですね、ユパ選手はまず逃げる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 逃げ逃げてしまった、で一発受けてもいいから、おっとここで、あっとしかし貫通できないと、ここはそれでそれはそれでこう問題だぞ、あーっとオペリスク選手落とされてしまった、貫通できなかったのが痛いか、貫通できなかったですね、あーっとユッパ選手も落とされてしまった、あーこれは痛い、これがねヒート、いやーこれ、これ251使っちゃったのが失敗だった感じがしますね。139でだったらこれ CT が勝ってると思います。そうですね、251なんで使っちゃったんでしょうね、まあ上から打つっていうのが役目だったんだと思いますけれども、おそらくはそのね山に登らせてこう打ちっぱなしにしたかったっていうのが、うん、まあちょっと251貫通しなさすぎましたね、さすがに貫通しないと言っても
3発かなんか4発ですか、4発以上ですね、おそらく5-4に打ってはいるんですけど貫通しなかったっていう、ちょっと今の試合に関して言うとそこだけクローズアップするのはすごくこう酷ではあるんですけど、オペレスク選手のその貫通しない球っていうのがこう結局のところ試合を決定づけてしまった、決定づけてしまいましたね、今多分 AT 打ってれば貫通したようにも見えますけどね、もちろんそのね、こういやこのピンがとかっていう言い方はできるんですけど、条件的にはどの選手も変わらないわけで、そうですね、これはちょっと AP で打つべきでしたね、はい、やっぱりですね、まあ、それが一番だと思いますよ。いやしかしいい勝負になりましたね。いやもうね、どっちが勝つかわからない、ギリギリとギリギリの勝負が続いててね、うん、本当に多分ね、あのね、バットチャットがね、多分シティのバットチャットが入るのが遅いんですよ、相当遅い、うん、で後ろでかなり待たせてるんですよ、で上側クリア、北側クリアしてるのに北なんか北で回す待たせてる時間が多分この瞬間長すぎる、今、うん、これ篠崎選手はこれ相当後ろで待ってますよ ね、 これそうですね、何もしてない時間なんですよね、57ヘビーが打たれてる間何もしてないんですよね、57ヘビーが撃破されてから動き始めてるんですね、うん、これはちょっと反応が悪すぎると思います、うん、動きとしてね、でちょっとね、あのシティは弾かれすぎですね、全体的にもうこれはずっとそうですけれども、うん、これが多い限りは勝てないですね。でここもね、デコモリ選手がちょっとねこう完全にこう下がり遅れてしまったと。そうですね、うん、でこのタイミングで、大鳥選手の AP が差し込んできてるんですよね、うん、そのやっぱりそのオートローダーの差し込み方の面でいうと若干彼より B ゲーミングの方に分があったか、そしてこのここですよね、ここのシーンでオペリスク選手が意を決して飛び出してこれですよね、弾かれてこれ逃げてもよかったと思うんですよね、うん、逃げてもよかったですよね、でもう一発弾かれてでこう倒されてしまったと、で54E1 はこうオートローダーですので、はい、これは逃げてよかったですね、これね、ユパ選手がこのね北側で逃げるという判断をせずに建物をこう挟んでこう行ったり来たりっていうやり方でもよかったんですよね、ちょっとね、ちょっと今のは失敗しましたね、逃げる方向がっていう、今のはどちらかというと CT が失敗しちゃった感じですね、なんか全体的に CT がちょっと遅れてしまったところだと思います、あの打つ手が遅れてしまった、先行したんですね、 CT に珍しくね、 B ゲーミングにしては、 B ゲーミング対 CT はだいたい B ゲーミングがちょっとリードしてから始まるんですけど、今のは CT がリードしてから始まったんですけど、なんかそこで緩んでしまいましたね、ちょっと、うん、54E1 ダメージ出ましたね、うん、このね、54E1 がそのフリーで打ち続けられる状況っていうのもあんまりその長いくは使わしたくなかった、させたくなかったですね、ちょっと長すぎましたね、やらせるのがね、打たせる時間がちょっと長すぎるんで、これはちょっと、シティがやりすぎだったと思いますけどね、そのね、あこう 54E1 をほっといて前へっていうのはすごくこう心情的にはよくわかるんですけど、それだったらもうちょっとオペリスク選手を 54E1 番ですかとした形で、そのね、きっちりと張り付かせておかす置いて作戦倒しておきたかったところですよね。もう一つは 50B と 57 ヘビーが最初に撃破されました、撃破される形になりましたけど、はい、あの配置は悪すぎますよ、どう考えても、あれで、あのなんていうんですか、逆襲食って負けるっていうのはちょっと、ちょっとねっていうところですね。そのやっぱりオートローダー対オートローダーの勝負になると、打って打たれて打って打たれてのそのターン性の打ち合いになるわけなんですよね。そのターンを越えまたいでこう残ってしまうと、もう打ちたい放題打たれてしまうような状況が生まれてしまう。そうですね。なんで、はい、もうちょっと、全体的に多いんですよね、そこがね。そのね、こう結構こう打ち合いをしてるとこうね、こうカーッとなってこうが行け行け押せ押せみたいな感じになってしまうんですけど、そこをね、そこを一歩下がって冷静になって、ああもうこれで打ち尽くすから下がっておこうとかっていう、そのオートローダーにはその判断力っていうのがすごい必要になってくるので難しいんですよね、本当にオートローダーって。はい、あ来ましたね、ルインベルグ。さあルインベルグですか。そうですか、113で来ましたか。はい、これね、こうB ゲーミングもしかしたらあれじゃないですかね、あのイーロング風の戦い方するんじゃないですかね。そうですね、まあ、当然 CT 変えてますから、EL 戦から、まあ、当然、いや変えてると思いますけどね、さすがにね、当然手法は変えてると、やり方は変えてると思いますから、そこでどう出るかですね、そこは。さあこうね、 B ゲーミングとしてはその防衛に113を入れてきたっていうことは、そのイーロング風のそのセンター3枚差し込んでくるっていうのはなんとなく想像はつくとは思うんですけど、それに対してじゃあ
こうね、オートローダーマシマシマシのカレンはどのように戦うか。そうですね。はい、見ていきましょう。さあ、一気にこれはなんか古風ですね。センターに54ライトウェイトを走らせた上で南を取りに行く。ただいや、これ多分南取らないと思いますよ。50B 動かしてないですから。なるほど。センターで 54LT が見て、あの前の EL みたいに 54LT を打ってくるような展開にするんだったら打ちに行くよっていうだけで。なるほど。多分打ちに行かないと思いますよ。あの、まだなんていう、南行かないんじゃないですか。ただ南こうかなり、あっと秋選手が南からすごいこう入りましたね。これあんまりこうごちゃごちゃしてるとすごいことになってしまいますが、大丈夫か。まだ、これ危ないですね。危ないですよね。ただ篠崎選手とポリー選手次第で行けるタイミングはあるんですが、さあどう出てくるか。 5LT しかいないですから、ここ南突っ込みがいがあんまりないんですよね。だって突っ込んでもティア8じゃないですか。そうですね、うん、これは行きたくないんですよ。たとえ取ったとしても美味しくないよと、うん、これは行きたくないんだと思いますよ。さあ動かしに動かしていきたいこうわけですが、 B ゲーミングは逆にね、このままじっくりと待てば待つほど時間が稼げる。うん、これはゆっくりすると思いますよ。あと秋選手に対して 54LT がさ、もう先に仕掛けて。いや、それは、それはそうなりますよ。いや、ユパ選手も取られてしまった。ただこの場所、あと秋選手落とされた。さあ、うん、ここでターンが交代で 50B がどれだけ球を吐けるか。いや、もう吐けないと思いますよ。これ113ですからね、相手が。うん、これはビゲーム勝つと思いますよ。なんで南から仕掛けたんだろう。はい、まず T4 選手の113に対してフォーカスをかけていくカレンティーガー、ま、ここで落とします。まあ、これ当然取れますね、はい、1枚取れますけれども、これ1枚取ってもあんまり得じゃないんですよね。さあ、うん、そして次はチリチリミチル選手の113に対してフォーカスをかけるか。いや、いや打てないですね。これは、これここまで引かれてしまうと打てないんですよ。そうですね、こう11交換にしかならないですから、はい、有利にならないんですね。センターのキュンキュンパワー氏に仕掛けようとしたところ、こうキュンキュンパワー氏のリロードが終わってしまった。これちょっともう前に出れない。出れないですね。はい、ちょっと、現在こう現地からの回線がこうカクカクになってしまっていて、ただこれまだダメージレース的にはわからないが、さあ北側から押していく。ダメージレース的にはこれはもうビーゲミングがかなり勝ってると思いますよ。さあチルチルミチル選手に対してこう次はフォーカスをかけていく。さあしかしここでこうリロードの終わったモーダメ選手がどこまで打てるか。フォーカスもうまくいってないですけど、どうなんですかね。あっとペリスク選手に一気に2発入った。これがこれでもう完全に差がついてしまったか。これ、うん、かなり差がつきましたね。枚数自体はいますけど、HP がなさすぎて、身動きが取れなくなってるんですね。そうですね。さあ、ここから。あとは隙を見てどうやってやるかですね。これが大事ですね。あっと、トマト選手がモーダメ選手を仕留めて、これでもう自利品か。これで終わりましたね。うん、はい。あとはタッキー選手が 50B、デコモリ選手に。あと、デコモリ選手、反応できなかったか。反応できませんでしたね。さあちょっとここからはこうね、両者ともにオートローダー多めの展開ですので、こう無理をすると一気にこうダメージを取られる展開に。で B ゲーミングは大鳥選手、ヒットポイントの残っている大鳥選手を前に出すことできっちりと視界を確保してからこう一気に勝負を決めに行きたい。キャップを取れないんで CT はもう。そうですね、HP 的にね。はい、うん、5LT ですかね、取るとしたら。おっと、ゼロラインのバットチャットの配置がバレてしまった。大鳥選手が、きっちりと詰めていきましたね。こうなってくるともう動くことはできないか。これは 54LT キャップに入れないと話が始まらないと思いますよ。そうですね。ただ54LT、うん、前に突っ込んでくるのを待たないといけないんで、これは待つ展開にするんだったらここもう行くしかないですよ。うん、ここで止まっちゃうのがね、うん、展開を動かせないのがね、良くないところですよ。さあ、これはポリー選手のバットチャットがこれ後ろに回っていくのかな、ちょっとわからないですね、ポジションが。いや、もうこれ北にやり直しは効かないと思いますよ。どう、もう北でか、うん、きっちりかっきりと守られてしまっていますからね。そうですね、これキャップ入れるしかないでしょう、はい、うん、ないですよね。あ、バットチャット動かすんですか。ポリー選手のバットチャットをなんとかこう射撃ポジションにつかせて、
ここでこう変なんかヒットポイント差を埋めたいといったところですが、あ、ゼロ突っ込んでくると思わってないんですね。これゼロ、確かにゼロ突っ込まないですかね。今ゼロ 2枚見ましたから、確かにこれゼロで突っ込むと危ないですから、リーゲーミングはゼロ避けるでしょう。なんで後ろに下げて、ゼロ他のところから突っ込んできたところを打つってところですね。そうですね、これゼロ、うん、はい、なのでこう B ゲーミングとしても、その無駄な消耗、無駄というかこうね、こう突っ込むことによって取られてしまう消耗を抑えるために、じゃあどこから突っ込むかというところで、今こうね、ゼロラインにわざわざ2枚オートローダー見せましたので、そこからは来ないだろうと踏んで、うん、そうですね、はい、センターラインの7、8から来るだろうという読みでこの配置なんだと思います。そうですね、トマト選手がじゃあこう南から回ろうかっていったところで、これでも何かのタイミングで3キャップにしたりするのかな。いや、どうでしょう、難しいんじゃないですかね。3キャップにしたらこうそれはそれで面白くなりますけど、3キャップにしたらこれ間に合わない可能性ありますよね。そうですね、ここどのタイミングでこう大鳥選手がかなりこう中央出張ってきてますので、どうだろう、どのタイミングで3キャップにできるか。しかしちょっと3キャップにするにはこう車両自体のこう距離が離れすぎてるか、距離が離れてるし、スピードがちょっとね。あとここでポリ選手がバレてしまった。さあ、それと同時にキャップにどんどんこう車両を割いていく、突っ込んでいく。あっと、ここで大鳥選手がキャップに入っていたオペリスク選手を沈めていく。うん、これバレましたね、うん。これでどうしようもなくなりました、ね。そうですね。トマト選手がきっちりとポリ選手を撃破。そしておそらくこう K ラインにいるであろうオートローダーに対して大鳥選手がプレッシャーをかけていく。まあこれはヒットポイント残ってる車両をうまいことこう壁にしながらキャップを切っていった B ゲーミングが有利に、今のところこう試合を進めている。うん、これはそうですね。結局のところやっぱりこう、まあティア8トニーってティア点失ってるんですから、そうですね、得になるわけがないですよね、はい、話として。うん、なんで南行ったんでしょうね。どういう判断なんだろう、今のは。そのやはりその1133枚が見えたということで、センターを取られるのをすごく警戒したその最初のムーブに見えたんですよね。うん、で南がだからダメなのは分かるんですよ、はい、センター行けないのは分かるんですけど、それだったらそれだったで南ティア8来てるわということで北に回すとかもできたと思うんですよ。そうですね、しかしそれの万全な守りとして B ゲーミングがきっちりとね、こう北側に、まあ、でも2枚なんですよね。そうですよね、はい、2枚なんですよ。2枚って突破できない数かって言われると全然余裕だと思うんですけど、うん、うん、いやまあこれは勝ち目がないですね、どうしようもない。そうですね、さあね、こうワンチャンスを狙ってユパ選手はここで下がって、あっと、しかしトマト選手がしっかり発見してタッキー選手が撃破して試合終了です。まあもう仕方ないですね、最後は、はい。ちょっとティア8にはちょっと出さない方がいいですね。うん、シリア全体的にね、ちょっと初動で失うことに抵抗がなさすぎると思います。 B ゲーミングはその辺の抵抗ちゃんと持ってるからこういう風に戦えますが、シティは抵抗がちょっと大きすぎて、シティが抵抗がなさすぎて、なんか平気でなんか400、800受けても全然大丈夫だろうみたいな感じでいるから、今みたいな撃破のされ方になるんですね。うん、そのポジション的に秋選手のポジションを取るのはすごく大事だと思うんですけど、順番的にもうちょっと、ね、取るんだったらしっかりとそのダメージを受けずに取るっていう方法を選んでほしかったですよね。うん、ちょっと抵抗がちょっとないですよね。本当に打たれることに対して抵抗がないですよね。ここ、今リプレイが始まりましたね。ここもそうですよね、はい、ここで打たれることにちょっと抵抗がなさすぎますよ。うん、いやーこうね、今のはちょっと最初のじゃんけんで負けてしまって、そうですね、っていう、うん、そういうところですね。その54ライトウェイトを取るためがだけに、そのティア9そしてティア10のヒットポイントをあれだけ使用してしまうと、ちょっとね、後が続かないぞと、うん、続かないですよね。うん、その秋選手がポロッと見られた段階でこう全ての車両を北に回すとかっていう、こう技が、そういったなんか転換が見たかったですよね。うん、あんまなかったですね。うん、いやそれ南から行って勝てないから
変わってきたんじゃないのっていう。そうですね、こう南からところですよね、編成変えたとしても南からただ行くだけだと相手にドカドカ打たれて、そのギリギリになるかもしれないけど結局のところは相手が最後には勝つよっていう、そういうこう試合になってしまうのがこのルインベルクというこう町の特徴なんですが、なのでね、計測軽量編成にしてこうどんどん動き回りながら相手のポジションを少しずつ炙り出していって少しずつ削っていこうぜっていうのが勝つためのその方程式みたいなところはあったんですけど、ちょっと ね今の試合に関して言うとカレンティーガはこう昔からの攻め方を昔ながらにやろうとして失敗しましたね、昔ながらで撃破されてしまいましたね。何もなかったって言っていいと思いますけどね、はい、うん、ちなみに引き分けになったら CT 攻撃側なんで負けですよ、うん、引き分けイコール負けです、はい、これは攻撃防衛なんで、あのランダム戦には攻撃防衛ありませんけれども、はい、あのこの大会は攻撃防衛戦で行われておりますので、引き分けになると攻撃側が負けになります、はいはい、あれ防衛側の勝ちですね。一応ランダムマッチにもこうアサルトがアサルトはありますけどね、あるのでアサルトまあ入れてない人も多いですけどね。まあそうですね、僕もこうアサルトに関して言えばこう防御側の絶対、うん、そのランダムマッチにおいては防御側が絶対有利だよっていうのは分かりきったことなので、うん、あまりこう好きじゃないですよね、はい、まあねちょっと強襲戦はねちょっとまあそうですね、まあ、うん、あまりちょっと勝率的にもうまくできてないっていう。そうですね、うん、なんでそのエンカウンターならこう条件的には一緒なのでやる価値っていうのはすごくあるし面白いと思うんですけど、アサルトに関して言うとね、防御がね先にこうポジションを好き勝手取れてしまうのでちょっと厳しいですよね、はいはいはい、あできましたね、はい、まあ、CT と同じような構成できましたが 50B ですね。そうですね、 50B を1枚多いのが注目ですね、はい、ちょっとね今切り替え遅れたので車両が紹介しきれなかったところがあるので一緒に見ていきましょう、カレンティーが、215B が2枚、 IS4 が2枚、 50B が2枚、 RU が1枚という、 こうかなり重めの編成を使ってきましたね。 それに対して B ゲーミングなんですが 50B が3枚、バッチャが2枚にバット AP が2枚という編成で、あーっとこれ一気に突っ込んできますね。さあオペレスク選手がスカウトポジションに入ったんですが、これねこうサクッと見られてこれ張り付かれますよね。さあただここで問題になってくるのが、じゃあこのヒットポイント差をどうやってひっくり返すのかというのが見どころですよね。さあ、いやしかしこれ南から多分間に合わないんじゃないですかね。どうでしょう、こうヒットポイントが、ね、ヒットポイントがあるので、別にそのやっぱり B ゲーミングは相手をこう先に倒したいというのがあったんでしょうね。それに対して、いやこれ引いて受けましたね、完璧に引きましたね、完璧にこうねその中央、E ラインを境目にして引いて守りを固めるカレンティーガに対して、こうなってくると、B ゲーミングとしてはキャップに入ればいいやっていうところなんですよね。キャップに入って引き出そうっていう、キャップに入りますけども、これ違うんですよ、 CT が待ってたのは相手がキャップに入ると待ってるんじゃなくて北抜いたアイスを待ってるんですね。そうですね、なので、うん、これは損か得かっていうとあんまりこのキャップは得になってない感じがしますね、はい、うん、でなんで CT は守り固めながらあのキャップを切ることを目標に動いていくと思います。例えば多分 IS4 を出すとかですかね。そうですね、 IS4 部隊を前にこうずいずいと押し出していくだけで相手は結構無駄玉を消費させられる可能性があるんですよね、うん、これで251を南から警戒させて、ただ CT はここあまり動きすぎない方がいいですね。キャップ切るだけに留めた方がいいですよ。一気にオートローダーばっかりですから一気に HP 削られますからね。フォーカス入ると大変なことになりますからね。そうですね、今張ってますけど大変なことになってますよね。これ危ないのであまり、ただこれに関して言うと 50B をこれ先に沈めたいよっていうのがあるんでしょうね。あっと先に沈められたのはポーリー選手。そうですね、弾はなくなるんでこのタイミングで一気に引いて、このタイミングで押さないといけない、このタイミングで押していきたい、はい、このタイミングで引いてしまうとどうにもならないですよ。このタイミングは押さないといけないタイミングです。さあこうね IS4 とかはこういくらバット AP に打たれてもそこまで痛くないですからね。これ痛くないですね、無理やり押していけば押していくだけで勝手にこうねヒットポイント、相手のヒットポイント減ってきますからね。あとはもう次 50B です ね、ですね、これはあの南側の MT は放置して 50B だけ囲んで叩くと、弾持ってないですからね、持ってたとしても大したダメージをもう出せない状態なので、そうですね、一気に叩かないといけないですよこういう時。はい、一気に叩きに行きました。さあ
あまりダメージは受けたくない。デコモリ選手を本当はね、見せたくなかったんですが、ちょっと打たれてしまいましたか。打たれてしまいましたね。はい。しかし、これね、こう、どっちが有利で動いてるかって言ったら、これ完全に、カレンの方が有利で動いております。いや、ただこれ、オペさん、ちょっとやりすぎでしょう、これは。ちょっと、2台にこう囲まれてしまったんで。ちょっと分かんなくなったと思いますよ。これはやりすぎた感じですね。絶対にこれはやりすぎですよ。うん。本当は、こう、あの、RU251 はね、最後のメトリといったところで絶対こう必要になってくると、ね、必要になってくれますから、北側も考えると絶対に必要な戦車なんで、それはちょっとやりすぎだと思います、ね、ただこれね、まだ秋選手がフルですか、なのでこれ ね秋選手を中心にしてこうじっくり押していけばそう大した問題にはならないんじゃないかっていうところはあるんですが、さあどうでしょう。 50B がこれあの E ライン F ライン通してるんで危ないですね。これ通るとバットチャット通ると一気にバレて、うん、危ないですけど、これ北のキャップ回ってきてないのまだ分かってるんで、あの F ラインずっと見てるんで、南回ってきてないでしょまだっていうのが CT なんですよ。でこれ待ってて、あの通った瞬間に取れるかどうかですね。あー取りましたね。そうですね、 T4 選手に対してダメージ取ったんで、あーっとでもモーダメ選手が打たれるとちょっと厳しいんですが、どうでしょう。いやこれ打たれちゃいけないんですけどね。だからこの辺のだから HP に対するちょっと、うん、意識がね、うん、まあこう思ってれば打たれないですけどね、多分ここから打たれないですが、北のキャップもありますから、多分 00V に2キャップを見せて、北の、1キャップを2人で見るという形にして、あのどっちが来てもね、あの沈められるようにするんだと思います。つまり 50B がセットでいれば、あの必ず1枚飛ばせるんで。そうですね、はい、うん、特にこうバットチャット、大きなこう、ね、打撃力の出せるバットチャットがもうすでにこう一発受けただけで沈んでしまう状況。そうですね、これバットチャット AP だと倒すまでに 50B にバババババッと打たれておしまいになっちゃうんで、これはちょっと CT が勝った感じですかね。これモーダメ選手がこうね、見られただけが見られたことで、おそらくこう敵移動 しましたよと、し始めましたよっていったところは分かったんでしょうけど、これあんまり動かさないですかね。あれこれまずいですよ。これね、3対2作られたらちょっとまずいんですが、あっとまだ動かない、 CT まだ動かない、まだ北見られましたから、これ動きます。いや、え、動かない、動かないですね。これもうじっくり守ろうといったところでしょうか。いや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 、その IS4 が見られたら動かないと。あっと一発外してしまった。 50B 一発外してしまったのは大きい。いやー、それはないでしょう。ちょっとこうね、ただで上げてしまった形になってしまった。秋選手がこれね、打ててるからいいやって言ったところなんですが、ちょっと篠崎選手がこうね、右も打たれたら左も打たれてっていう状況で、あっと沈められてしまった。さあこれはモーダメ選手が後ろから追っかけてはいるんですが、あと3分45秒リロードが1回は確実に間に合いますね。これね、秋選手がこう大鳥選手と7ミリ選手に仕掛けるとこう T4 選手が危ないんですが、これねモーダメ選手がこれ頑張って T4 選手を先に仕留めるとリロードまだ終わってない状況っていうのがあるので、そうですね、あと先に沈めに行きましたね。これかなりこう結構賭けに近いところはあったんですけど、賭けに勝ちましたね。勝ちましたかね。はい、いやこれはさすがに危なすぎますよ。うん、しかしこれまた50B 打たれっぱなしですよ。いやこうね、秋選手がこれ完全にこう 50m 自分で取りに行って、どうや俺のヒットポイントまだマックスやでっていうのを見せつけに行きましたね。いや、マックスでもこれ勝てないですからね、本当は。2対1になったら勝てないですよ、これ危ないですよ。秋選手、これ行かないとダメですよ、行かないとダメですよ。何下がってるんですか。いや、多分下がっても大丈夫だと思うんだけど、これ 50B と固まってれば、2人で2マンセルで行動して、うん、あのキャップされても、あの2マンセルで向かえばいいんで、あの見えるんで、絶対に。こうね、一番こう怖い状況っていうのが、その 50B だけこう孤立してやられてしまう状況だったんですけど、どうなんでしょうね。これ、ナナミリ選手は2キャップをして、とりあえず引いて動かして。そうですね、これ、ビゲーミングよく最後粘りましたね。ちょっと最後うまくいきませんでしたけど、これよく粘ったと思います。いやー、これ、CT めちゃくちゃ危ないですよ。うん、ちょっと 225B、何だったんだろうな、今のは。って感じですね。その、なんだろう、発見、非発見されてからのその動きっていうのがすごく怪しかったですよね。そうですね。はい。あれは本当は、そのね、
おっと、ここでこう 50B が見て撃つことができるか、あっと 2発できっちりと落としていった、しました、ね、ちょっと危ういシーンはありましたが、カレンがなんとかその最初に得たダメージアドバンテージっていうのをきれいに生かした形とはなりましたが、ちょっと危うかったし、危うかったですね、はい、いくつか見ありましたね、何だったんだろうって感じですね、最後ね、最後、まあ、BG の方がうまくやったっていうのはありますよ、まあ、構成上もこれあのバトチャットですからやりやすいっていうのは前にもお話ししたことがあったと思いますけども、うん、はい、最後バトチャット残ってるとやりやすいんだよ、うん、確かにそうなんだけども、もうちょっと対策っていうか、うん、をしないと、うん、考えていかないとしっかりね、うん、そのバットチャットのすごい怖いところが、北でこう 2-2 で分けていればなんとかなるだろうと踏んでたんですよね、おそらく、うん、大丈夫じゃなかったですよね、中の人も僕たちも 2-2 で分けてなんとかなるんじゃないかな、そして見られたらこう、ね、訪問受けて待ち構えてればいいんじゃないかと思ったところが、3対2がこうね、いきなりこう3対0までこう引きずられてしまうわけですから、これ、うん、バットチャット怖いなっていう感じでしたね、はい。さあリプレイ見ていきましょう。 50B ここでね、そうですね、叩きに行った、囲みに行った、これは全然正しいんですよね。ちょっと251はこれはやりすぎだったと思います。そうですね、まあ、向かって、まあ、分断したかったのは分かるんですけど、向こうに引き離したかったのは分かるんですけど、これ行かなくても引き離れてますから、そうですね、行かなくても行きないんで、待ってればいいんで、ここで篠崎選手がこうね、右から左からこうバカスカオートローダーに打たれて、こう落とせずに沈んでしまう。大鳥選手に一発当ててはいるんですけど、結局沈められてしまう。秋選手もこうね、訪問さえ受けてれば打てるやっていうポイントではあったんですけど、もうちょっと近づいておかないとまずかったのではないかなっていったところでしょうね。ちょっとまずいですね、で、篠崎さんが見られてから動きますまでの時間がちょっと長すぎますよ。そうですね、下見られてるってことはそこに動いてるってことなんで、うん、そこはちょっとね、そのやっぱりそのね、こういうやり方ね、カレンよくやってるわけですから、見られた時のその恐怖というのは結構あると思うんですよ。見た時ね、そこに一斉にかかってくるぞっていう、なんかっていうのもあるとは思うんですけどね、ちょっとこう警戒心が薄かったかなと。そして 50B が先にやっぱりね、フォーカスされたわけなんですけど、飛び出してきたバットチャットに対してやっぱり当てられないとどんどんこう難しくなってきますよね、試合的に。お、いいコメントがありますね。北の2枚片方は A6 で良かったんじゃないのって思った。いや、これ正解ですよ。その通りです、うん、片方ね、 A6 の、そうですね、うん、A6A7 に置いておくのが普通です、はい。まあ、渡らせるのが嫌だったんでしょう、でもセンターでいるって分かってんだから渡らせても全然大丈夫なはずですよね。 A7 取らせておくのが普通ですよね、うん、まあその通りですよ。まさにいいこと言いますね。その通りです、ね。A7 に1人、角に1人、今みたいな ISO の篠崎さんの位置ですね。すね、1人置いておけば、それでなんとかなったっていう事例ですね、今のはね。うん、あの両サイドに置いておく、ね、道側の両側に置いておくと何ができるかっていうと、片側にもしね、フォーカスされたとしても、もう片側がフリーで打てる状態が作れるんですね。打てますし、まあ、クロスファイアになるんでね、うんうん。クロスファイアになるんで、あのちょうどキャップの通り過ぎたあたり、そうですね、あのどっちからもシャーペット通るところが本当に重要になるんで、うん、どっちでも打てるっていうか、あのどっち側に突っ込んできても正面横を打てるっていう形になるんでね。これがね、うん、おそらく篠崎選手とかのそのね、バットチャットに乗ってればそういうところに入ったんですけど、乗ってるのがね、 50B っていうヘビータンクだったっていう、ですね、あ、ヒメルズドルフですか。そういったところに問題があったのかもしれないですね。はい、アタック B ゲーミング113、3枚 50B、 2枚バットチャット1390っていう、どっかでなんかね、イーロング的ななんか、さっきの C、いや、あの T がこんな構成でしたよね、確かね、うん、T、そうですね、そんな編成ですね。 CT はなんか普通といえば普通ですね。 IS4 1枚、ね、1枚ですか、4005がどのように活躍するかっていうのが、そうです、見どころですね。このね、 B ゲーミングの編成に関して言うと、刺さればすごく強いんですが、じゃあどのように刺すかというのがどのチームも問題になってくるところなんですよね。苦労しますね、これは、はい、うん、B ってどこで守るかがポイントですね、うん、さあ見ていきましょう。
まず赤チームヒメルズドルフ攻めますのは B ゲーミング113に3枚50便2枚バットチャット1390という軽い編成。それに対して、カレンティが守ります。まずはおっとすごい数が見えた。これはこうオペリスク選手あたりか、あそれは LP があそこ走ると見えるんで、いやこれで B ゲーミングは動けなくなった感じもしますけれども、ね、これでも南の2枚も危ないんで、CT のこの南の2枚はめちゃくちゃ危ないですよ。そうですね、一気に攻められるととんでもないダメージ受ける可能性があるんですが、ありますね、はい。あっと下がりましたか、 B ゲーミング下がりましたね。下がらざるを得なかったですね。うん、これはもう仕方ないです、下がっていくしかないです。で下がってるのも見られてますから、これ、うん、これ CT 視界取ってますから下がってるの。そうですね、 50B 見えてますからね、うん、なのでこうこれに関して言うと、まずそのね視界取りゲームに関してはまずはカレンが先手を取った、これは先行した感じですね、はい、ここでやり直し強いられるっていうのは結構きついところもあるんで、ただ、まだねこうカレンも戻りきれてない、そして各ラインに罠を張りきれてないので、まだまだ全然ね、これでも山上登れば分かんないんじゃないですかね。 CT これ山上に対策してないんで、山上対策をどうするかがポイントだと思うんですが、はい、おっとこれ綺麗に山上まで登らせましたね。これオペレスク選手が、ね、これ見てないですからね、 8ラインしか見てなかったので、これ山上に通ると完全に、いやこれどっちにしろ南側戻さないといけないはずなんで、南側は戻した方が、どういう形にせよ8ラインから戻すにせよ何にせよ戻した方がいいと思いますが、さあ、おあれ B ゲーミングもっぺんやり直しますか。こうあこれ北で ISO が見えたから、あのこれ南もしかして前出てきてるならそれを叩こうっていうんですか。なるほど、うん、これ考えましたね。さあこれね4005がいないんでね、これ全然こう刺さる編成ではあるんですけど、これ刺さったら大変なことになりますよ。さあこのタイミングで、あっと、CT が準備してないところに刺さるか刺さるか。これは刺さりました、ね。さあ、251を見てる暇なんかないんだ。ちゃんとこう、見せろっていう感じなんですが、これは113が、こう、かなりダメージを受けている。50B、ユパ選手がダメージをかなり受けてしまっている。仕留めきれるか。さあ、ムベス選手が、すごい、バックしながら、バックしながら、バックしながら、こう、下がっていく。いや、これは、痛み分けですか。CT は1枚失いましたが、HP 的には CT が優位なんですね。IS4、これ早く CT は前に出してあげないと。いやー、秋君止まってる場合じゃないんだけどな。おそらく後ろから見えてるこう1390にこう反応してしまったんでしょうね。止まってる場合じゃないんだな。さあこれ一気にそのオートローダー多い編成ですから、なんとかしないといけない。そして4005はうまく生かしたい。 50B ポーリー選手がこのままでまずい。さあ4005、いやー、動かないと、4005がうまいことこれで 50B を倒せればいいんですが、 50B を倒しに行かない。倒せないですか。そう、倒せないからもう、そうですね、2発でまずこれはバットチャットを先に倒しに行くという判断をしました。ありだと思います。次のリロードが早いんで、そして秋選手がこうまず 50B に対してこうヘイトを取っていく。そして1台をまず沈める。 50B をこうなんとか、 ISO50B どん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 打ちに行かないと。そうですね、こう4005が活躍できないですからね。そうですね、はい。いやー、秋選手出てほしいですね、ここは。ここは出て、球を受けてでもいいから。ここは受けないでいこうと。受けないで4005で打とうってことですね。あ、まあ、これ、ある意味正解だと思います。なるほど。いやー、4005しかし打てませんか。そうですね。いやー、もう。あ、当たった。当たった。なんとかしましたけど、これ、あと。139例残ったんで、そうですね。いや、これ、139例だとアイス4が抜けないですね。4005は抜けますけど。4005はこう、スパスパ抜けるので、どうしようもないんですけど。ね、これはもう、ね、見えてるアイス4が寄っていかないといけないんですけど、これ、無理に、なんだろう、見つけに行く必要なくて、キャップしてから。上なんでね。上、なんで、これはもう下がった方がいいです。なのでね、こう。2キャップの中とかで隠しておいて、はい、1キャップ入ったら
切りに行くかっつって切りに行けばいいんで、そうですね、これはあんまり考えずにやった方がいいです。5ラインかなんかに隠すのが一番正解だと思います。そうですね、やっぱりこう それをルートを取りに行きますよね。はい、5ラインが正解ですね。5ラインになんで配置するのかっていうと、5ラインのところのくぼみっていうのは上から打てないんですよ。そうですね、先上が視界外から上から打とうとするのを防ぐことができるんですね、はい、でついでにキャップ、どっち側のキャップにも全然間に合いますし、1キャップなら、はい、うん、これで北南北かどっちから出てきても打てるんで、さあ、うん、ここのくぼみに待ってればいいんで、チルチル選手がここを5ラインを通過しようとしたところを、いらっしゃい4005が撃破いたしました。すごい出ましたね、4005、これ4005、3発かな、いいですね、4005、強いですねいやー強いですね、いや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 、でもこうね、これはね、あれなんですよ、 B ゲーミングはしてやったっていう展開にしたんですけど、カレンティーガーのヘビータンク乗りが個人の力でなんとかしちゃったっていう、で個人の力もありますし、うん、シティね、あの逃げるのがね早いです。そうですね、あの逃げるのが、あの一遍逃げるって決めるまでが相当スピードが上がりましたね、うん、今無理だって判断するまでがすっごい早かったんですよ。こう南でガチャッと当たった時にうわーっていう感じでオートローダーを先に逃がして、あそこで普通のチームってあそこで、あの、まあ、EL 以外かな、多分 EL 以外は全部そうだと思うんだけど、あそこでもう戦っちゃうんですよ、もういいやって、うん、でもシティあそこで諦めずに、あの下がったっていうのが大きいですね。そうですね、ムベシ選手がね、こうね、実況の最中コメント でも言ってましたけど、こうすごい格好で下がっていくんですよね、相手前向けたままこうずーっと下がっていって、ああこれこうムベシ選手頑張ってるな、でもこれね残念だけど後ろからも打たれるのよねって言って沈められてしまいましたが、そうそうそう、いやでも B ゲーミングいい判断だったんですけどね、あれだけいい判断したのにちょっと失敗する形になったっていうのは、やっぱりちょっとピック的にね、あの当たった時にそこまで強くないんですよね、やっぱり一さん、あのもちろんその予期せぬその遭遇ではあったわけ、ここですね、やっぱりこうムベシ選手のシーンこう印象的ですから、リプレイで選びますよね、ここやっぱり僕もここのシーンがすごい気になりましたもん、ね、ここねこの当たり方でね CT が全然 HP リードしてるっていうのが大きかったと思う。そうですね、やっぱりその、うん、なんだろう、このオートローダー編成だとやっぱり限界があるよっていうところなんですよね、うん、でこれもモダミさんがなんだ 50B じゃなくて139で、139でじゃバットチャット選択したっていうのもこれもいい判断でしたね。これ多分 50B じゃなくてバットチャット残ってたらこれ CT 確かに負けてると思います。これはここね、うん、アキ選手ね2発食らってもいいからこう4005を生かしてやれよっていう気はするんですけどね。いや多分ねこれね受けるISO ね、なんだろう、なんて言ったらいいのかわかんないですけど、ISO 撃破される可能性もあるんで、これ撃破されてしまうと、4005対139になっちゃうんですよ、そうですね。うん、それがちょっと嫌だったんだと思います。うん、400、4005は別に残んなくてもいいんですよ、まあそうですけどね。うん、ただ最後 ISO さえ残ってて、50B と、なんだ、4005の交換になるんだったら、CT が歓迎なんですよ。うん、ただ、50B と、ISO を、交換にしてしまうとこれちょっとまずい、ね、そうですね、こういう形になります、ね、ただこうねこう もっともダメさんを信用してこう前に出てもいいと思うんだ僕は。それはねあると思います。そう、あまり信用してないんだと思います。これこう言ってしまうとなんだとは思うんですけど、僕ね4005乗りとして、ああ、いやまあでもあの50は一発で仕留めるからこう弾受けてくれっていういやいや、まあでもよあれ、ね、まあアックンはなんか最初なんか多分あれリタイ切られてたんですかね、あれ、うん、多分ね、南ちゃんと向けなかったのが、うん、あれがちょっと、うん、きつかったですかね。というわけで、ただ4キルでめちゃくちゃ火力出ましたね。やっぱりね、4発って4キルですからね、さすがですよね。ワンショット1キルですよ、ワンショット1キル。これがね、ね もっともっと流行ってほしい、4005。ぜひね。いや、一撃必殺ですからね、文字通り、うん。これがね、なんて強いかっていうと、なんだろう、相手のその作戦とかタクティクスっていうのを、こう、なかったことにできるんですよね。そうですね、こう今なかったことになりましたね、出会い頭にガシャーンって打たれて、うん、こう一台沈んでしまうともうその時点でゲームオーバーだよっていう、で今地味なんですけど、このどっちも 50B 回ってるんですよね結構、うん、この辺ちょっとハイレベルだなと思います。 50B ユパ君が一番ダメージ出てないんだけど、それでも4発ちゃんと当たって4発貫通してるんですけど、ユパ選手はあれちょっと当たった位置がすごいこう不運でしたよね。そう、あれは不運だったんだけど、うん、まあそれでも4発入れてて、ね、B ゲーミングの後の 50B もそうだし、CT の 50B もそうなんだけど、
よくね、改善してるんですよ。使い方がだんだん、最初の頃って僕らが50ビクソだなみたいなことばっかりずっと言ってたじゃないですか。50ビなんか使えないよみたいな、はい、言ってたんですけど、その頃って確かに回ってなかったのが、今、結構回ってるんですよね。要するに、そのヒット&ウェイの意識がこうかなり根付いてきたっていうところなんですよね。特に今回も、B ゲーミングの選手の、50ビは結構回ってるんですよね、うん。バットチャットに比べてもかなり回ってる。射撃機会が確かにバットチャットの方が作りやすいんだけど、結局多く打てるのは、50B であるっていう、ところまで機械の作り方を作れてるんで、相当レベルアップしてきてるなと思いますね、お互いに。これはなのでこう、ね、バッチャ入れとけばいいじゃんみたいな消去法での選び方じゃなくて、 50B を使いたいから 50B を使うんだっていうふうに彼らはもう言えるわけなんですよね。なぜならこう3000ダメージ4000ダメージ取ることができるからっていう。さてしかしこれ変えませんか CT も。CT も変えませんね、攻撃防衛で。そうですね。このマップではこれが一番強いっつってんですかね。いや、どうでしょうね。もっとやりようもあるとは思うんですけどね、正直攻撃側で113選択する意味っていうのをちょっとこう、微妙だと思うんですけど。CT の113どうなんでしょうね。どこへ行ってるんでしょうかね。防御側で113っていうのは、足早くとりあえず8ライン取りたいよっていうのはあると思うんですけど。これ全部上に上げるんですね。カレンは全部上に上げましたか。あ、これまずいやつじゃないですか、これ。BC、これまずいやつですよ。これね、B ゲーミングね、これ、下手をすると一瞬にして勝負がついてしまう可能性っていうのが。これね、一斉の背で0ライン飛び出して、で、A ライン側全部取ってしまうと、これ、ね、B ゲーミング何も。CT すぐ降りないから大丈夫ですね。そうですね、これね、できるだけ。後ろで待ってるから。できるだけこれね、なんだろう、北で、でもすぐ降りましたよ、思ってた。いや、4005が残ってるから、そんなに早くは進まないと思います。これ、4005、0ラインで待たせるっていう案じゃないですかね。そうですね、それはそうだと思う。B0で待たせると思いますけど、これちょっと時間かけると思いますよ、ここから。まあ、時間かけても仕方ないですよ、相手の動き分かんないんだから。おっと、ここでもうすでに1390が、あっと、球を受けずに通過できてしまった。アクセンション出てきて。いや、IS4 が。いや、これ50秒危ないですよ、これは。さあ、七海選手がこれあんまり時間かけたくないんですよね。ただこう1枚これダメ、全然かからなかったですね。これまずいですよ、PG はこれ。ただちょっとこれ大鳥選手がかなり硬い、トマト選手も硬い位置にいる。さあ、40これいい位置ですからね。そうですね、4005が、あっと、これ篠崎選手がこれ結構T4 選手に対してかなりこうダメージを与えることができたか。しかし篠崎選手のダメージも大きい。あっと、1390が瞬間的に飛んだ。いや、これはでも139連に弾使わせるのは悪くないと思う。そうですね、ここで、バットチャットが多分4005に対して攻勢を仕掛けますね。ここは BG はちょっと再構築をどうにか再構築して、安定させればもっぺんチャンスはあるんで。ただ4005、これリロードが終わってしまうと今度はバットチャット突っ込めなくなる。これ、上志君がこれのここのままだとタダになっちゃうのかな。厳しいですね。ただ、ポーリー選手が出て、あ、トマト選手に球が入り出しましたね。一発なんで、どっちとも、あ、これで113下がりきっちゃったんで、あ、これ、50秒、危ないですね。危ないですね、危なかったですね。こう出ようと思った瞬間に4005が出て、慌てて下がりましたね。あっと、南で50秒が瞬間的にダメージを受けてしまっている。いや、これ50秒お互いなんで悪くないと思います、この交換は悪くないと思います。ただバットチャットにも球が入り出している。これ、あっと、篠崎選手がすごいタイミング、いいタイミングで突っ込んでいきます。タッキー選手、君はもうこれで仕留めてしまうよという。球がないですね。球がない。篠崎選手は一発受けても大丈夫だった。ここでバットチャット同士の対決は篠崎選手に軍配が上がる。これはちょっと全体戦略としてちょっと バットチャット頼みになってしまったっていうのが、まあ本当、まあ頼みになってしまったっていうのは、別に頼みの戦略を作ったんじゃなくて、結果論として頼みになってしまったっていうのが失敗だったのかな。いや、でもこれまだ、ね、まだまだ分かんないですよ。大鳥選手の113がかなりこうまだヒットポイント残してますからね。残してますからね。ただ4005がね、まだいるんで。そうですね、弾入ってない4005がいるんですよね。これをどうやって生かすかがすごいこう問題になってくるわけなんですが、さあどうでしょう。あっと、秋選手がやられてしまった。これは CT 下手を打った感じがしますが、さあどうでしょう。これ後ろから襲いかかられる前に出ていってしまいたい。
さあ、これはこうポリー選手が前に出て押し出していって、へいこう裏側から行ってしまえば、あ、裏側が入りますね。そうですね。これは先に T4 選手、これね、モーダメ選手やられてもいいからっていうやり方をしましたよね。あーっと、しかしそこで、いやー、すごい戦いになってしまった。お互い、あーっと、これ、キュンキュンパワー選手が2発受けれるから、これは急がなくてもいいよっていう判断ですか。いや、これはそうですね。これは CT 失敗しましたね。いや、これは追うしかないですね。これは、追うしかないです。これもうキャップで決めることはできないので、これは追い続けるしかないです。キュンキュンパワー選手をなんとか先に一発当てて、それから勝負をかけたいっていったところですか。これはちょっと無理ですね。さあ、キュンキュンパワー選手はここでもうきっちりとガードをしてしまう。となってしまうと、これユーパー選手どっちでキャップを取るか。キャップ角で取りますかね。2キャップ角で取ってしまうと、これあれなんですよね、こうキュンキュンパワー選手に先打ちされてしまう可能性があるので、これおそらくなんですが1キャップ南でライン通すんじゃないですかね、北側に。あ、でも2キャップ狙いますか。2キャップだと思いますよ。2キャップの角で待つと思いますよ。で、多分南から木に来るんで、それを待つのが、いや、これ何するつもりなんですかね。ユーパー選手はここでまず時間があるので、こういるかどうかの確認をしたいんじゃないですかね。そろそろと近づいてますから、いや、これでも下手するといい位置でキャップできれば、これね、そこを通り過ぎてしまうとジエンドなんですが、あった、上振れした、上振れ、一発、これいやー、いったー、おお、これね、海外陣営も大盛り上がりですよ。ねえ、これ、ガジェット、ねえ、アレックスがこう、上振れしたっつって。マジですか。いや、ごめんなさいね。ちょっとね、これ、思わず声がでかくなってしまいました。これ、興奮しますね。ちょっと、いや、これ、いや、あるんですね。いや、もう、400。これ、ちょっと、キュンキュンパワー選手がちょっと逆側から来ると予想してましたね。そうですね。で、先打ちなんですけど、それでも間に合うと思ってたと思うんですよ。いや、はい、確かにその通りなんだけど、470飛びましたか。そう、470以上ありましたよね、最後ヒットポイント。いやー、これはちょっとね、カレンは盛り上がるはずですし、いや、これビーゲミング、ビーゲミングちょっとこれね、かなりやばいですよ、テンション、これ。てめえふざけんなよってなりますよね。これね、まずこう知っておいていただきたいのが、 50B の一発の平均ダメージ400です。いや、400でしたね。390じゃなくて400でした。まあちょっと上見積もって400前後なんですよ。なので僕たちは475あったら確実にこれ2発かかるだろうっていう計算をするんですよね、普通はね。普通はね。ところが、上振れして一発で沈められると、俺ね、470どころじゃなくて480くらいあったんじゃないかっていう見え方してたんですけど、どうなんでしょうね。今リプレイやってますんで、まあリプレイで最後多分絶対出ますから。そうですね、出ますね。ここでね、篠崎選手がやっぱりうまいこう突っ込み方したんですよね。タッキー選手、篠崎さんはよく見てましたね。一発しかないだろう。これ篠崎さんだけじゃなくて、みんなで球数えてるはずなんですよ。これ CT って、CT はこれ基本球数えるんで、相手の球絶対に今。多分球数えてて、あいつ一発しか持ってねえっていうのが、で、篠崎さんが出たと思います。しかし、この、ここも、476ですか。うまくやったんですけどね。いやー、400。ミトリ T4 の2人のこの選手がすっごい粘ったんですけどね。すっごい粘って、これ前に逆に前に出る、逆に前に出るってやつですね。そうですね。逆に前に出ることによって防ぐっていうことをできたんですけど、うまくね、1-1まで持っていったんですけど、いやね、こうヒットポイントある状態でしたから、これ完全にね、こう2発使わなきゃいけない、ね、そう、2発使わなきゃいけない、こうカレンがこれしくじったなっていう流れになったんですよね。ところがキュンキュンパワー選手がこうね、ちょっとこう
ね、ちょっと多分逆側なんですよね、三ライン側の方に注意が向いてたんですよね。そっちから出てきたら瞬間的に打ってやるぞっていったところでこう内側から入り込まれてしまった。あ、逆をだからその多分ねあそこほんでキャップすると思ってたんじゃないかな。うん、うん、あれはね多分ね多分というか間違いなくね、あの B ゲーミングのはみんな 7人とも多分キャップしてくるからそれまでちょっとそこで待ってろって言ったと思うんですよ。うん、多分そうだと思います。うん、あそこでね、わざわざ来てね、あの仕掛けるっていう、うん、あれはないと思うんで。うん、いやー、これはびっくりしましたね。いやーね、1対1になってヒットポイント差がついて2発かかるって言った時点で、うん、カレンの方にはほぼもう勝つ確率っていうのが限りなくなんかゼロに近づいたなっていう感じではあったんですけど、ああいうことってあるもんなんですね。ユパ君よく回しましたね。しかし毎回回ってますね、本当に。うん、もう彼なんかこの試合めっちゃ活躍しましたね。そうですね。まだ終わってないですけどね。まだ 2-4 なんあれですけど、あのまだここまでの6ゲーム彼めちゃくちゃ回してますよね。うん、すごい上手だと思いますよ。うん、回らなかった試合ってあれぐらいですか。ヒメルズの守りぐらいですか。うん、あの時こうやっぱりちょっと不運だけどワンクリップは入ってるんですよね。当たり方が不運だったら、ね、そうです。あれは当たり方が悪すぎるんでどうにもならないですけど、うんうん、幅はね、あの幅は、まあ、どのゲームでもあるんで、こういうのは。そうですね。うん、ね、ランダムマッチでもよくある話なんではあるんですけど、妖怪1足りないってやつですよね。うん、そうですね。あの、ムーバーとかそういうっていうゲームでも、クリティカルっていう、あれがもうあったりしますし、そうですね、はい、まあ、まあ、いろいろあるんで、まあ、確率は 25% ですし、うん、まあ、下引くことも逆にあるんでね。そうですね。それはまあ、どっちとも言えないんで、確率通り出てるはずなんで、うん、ある意味で。ただね、僕、こう、あれですよ、50B 乗ってて400台後半なんて、見たこと、そうそうないですからね。ないですね。475持ってか、あそこでね、持ってく、はい。こう、ユパ選手もユパ選手ですよね。あ、で、これ、ステップですか？ステップですね。ステップ CT、めっちゃなんか、昨日はやばかったですね。うん、まずかったですね。そうですね、あれは、はい、あれは奇跡ですけども、奇跡は二度起こらないので、いやなんかさっき起こったような気がしますけど。そう、奇跡ね、起こっちゃいましたからね。もうでもこれで使い切っちゃったんで、奇跡はこう使い切っちゃったんで。で E5 2枚でバッチャーで RU という編成ですか。どうでしょうね。ビームが113140の、そうですか。なんか CT は1、多分地形を意識してる、来てるんだと思います。で、最近の傾向から言って、113対 E5 は結構 E5 が勝てそうなんで、うん、あんまり。その、結局、その、うん、想定される打ち合いのところがあれなんですよね。113はキャップの少し右手前で、こう、8、9ラインに対して、こう、射撃を行う。うん、それに対して E5 は、ただの頭出しで、こう、113と当たり合うという。そういう戦い方になるので、そこまでね、E5 も苦としないんですよね、113を。そうですね。このマップでは特に E5 は苦としないですね。E5 このマップでは結構使える戦車になってきてるんじゃないかと思います。うん、IS7 もそうですけど、E5 もこのマップは結構、うん、IS7 と E5 みたいな正面が結構、長距離からだと弾いてしまうようなタイプの戦車ってありますよね。このタイプの戦車が結構流行ってくるんじゃないかなと。っていうか今 RU でも結構流行りつつある。113ばっかりだったのがもうそれも終わりつつあるんで、どんどん、うん、あっと大鳥選手のポジション完全にこうブラインドでバレてる。これがこれまずいですね、うん、これキャップに入れるはずの251がこんだけダメージを受けてしまった。これね、一発撃たれたら撃破されてしまうようになってしまったんで、これ完全にもう読み打ちですよね。これ多分カレンの選手、大鳥選手にダメージ与えたことすら気づいてないと思います。まあでも、はい、でもあそこら辺にいつもいるよね、ボーンって打ったら。いや、これでも B ゲーミング北からで打ってきますよ、うん、北からこれ行きますかね。いやでもこれね難しいですよね。キャップで勝った方がいい。キャップをしてくるでしょうね。キャップに行きますね。まあ、これキャップにいた方がいいかな。これね、もしかしてこれ北から突っ込んで、E5 だけ飛ばして、もっぺん戻って1キャップするのかなとか思ったんですけど、バットチャットなんで南にいるのが。そうですね。多分これ間に合うと思って、うん、あ、このバットチャット戻ってくるからやめようって言って、やめたのかな。うん、いやでもね、その B ゲーミングのその残念な特徴として、結構ね、ポジション、いつものところにいるんですよね。彼らはちょっとポジションが同じすぎて、
なんか昔もありましたよね、ホースマンになんか決め打ちされてこう落とされていったってい う, そ う, そ う, いう試合があるんですから、解説でまたそこ置きますよって言ったら本当にそこに置いたってやつですね、うん、そういうこともありましたよね、うん、なのでそうちょっとね置き場所がここはちょっとそうですね、正直すぎるところがあるんで、ところですね、うん、もうちょっとこう工夫があると面白いですよねっていう。でこれね北側からこう越えようとすると何が起こるかっていうと、おそらくオペレスク選手に指名されるんですよね。見られますね。あ、見られてますね。これ113、なんかダメージ64入ってるの。これ見られてます。これ見られてます。あれですね。オペリスク選手の榴弾ですね。うん、これは見られてますね。うん、あ、行こうとしてるんですかね、これは。そうですね。さあ、バットチャットも見られて、で、キャップが入って、まあ、これは榴弾が飛び始めますけど、これ、あれですか、RU 入れずにバットチャット入れてますね。トマト選手のバットチャットですか。いやこれは仕方ないですね。ちょっとアリュー入れて、うん、ここでアリュー出してしまうわけにいかないんで、多分これアリューは後から2キャップに2キャップにすると思いますが、あ、いや南に走らせるんですか。おっと大鳥選手、これこのまま行くとこう勝ち当たりしてしまうぞ。いや勝ち当たりしたら北から行くんだと思います。勝ち当たりしたらこれ 6人で7人かな、いや6人だ、6人で北から行ってあの E5 倒しちゃおうっていう判断だと思います。これは確かに合理的です。おっと見られた、見られたということはもしかしたらこうこちら側にいる可能性がある。しかしこうバットチャットは見えない、うん、バットチャットは見えないのでどういう判断をするのか。いやこれあの8と10銃を交換しに行くつもりですね。これ引いて、あ、なんで外しましたね。8が 見に来て、そうですね、そうですね。で E5 を倒しに行きますね、やはり、うん、さあ慌てて戻るぞ、慌てて戻るぞ、バッこうカレンティーガー。しかし先手を取ってるのは若干やっぱりこうカレンティーガーの方が先に先手は取ってる、先打ちになってますね、E5 これ耐え切りそうですね、このままで。さあ後ろからバットチャットがバス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 打てている。あ、これはあれですね、こうムベシ選手はもう残念ながらそこで耐えてくれ、まあ、落とされてしまったわけですが、ユッパ選手がきっちりと113落としていった。ユッパ選手今日当たってますね、当たってますね、しかもこれバットチャットに無駄球を打たせてますよ。ここで打たせてますから、ここで逆に反転、反転構成ですね。もう球ないだろうと、もうこれ、ね、俺を倒すだけの球は持ってないだろう。もう140しか球持ってないですから、うん、これは勝てないですね。これはシティ勝ちですね。いやー、はまりましたね、いいタイミングで出たんですけどね、いいタイミングで出たんですけど、E5 がよく下がってましたね、これ、うん、これ多分ね、あの E5 ね、キャップ切る位置じゃないと思います、最初に2対1がもう、そうですね、完全にこう、オペさん出したら、確実にあいつらキャップ出してくるだろうっていう読みだと思うんですよ、うん、オペさん出したら、あのティア点入れてるから、8と10の交換にしたくないはずだから、10は絶対出してきて、前に突っ込んでくるから、あのオペさん、とりあえず行ってきてと。で突っ込まして本当に出てきたから、あので、 E5 が勝つラインを下げてるんですね。そうですね、ライン下げてるからたどり着くまでにすごい時間がかかって、その間 E5 が打ち続けられる。そうですね、その上バットチャットが間に合ってくるっていう風になるから、こうこのこういうこういう差がついてしまうんですね。こういう差がついてしまうんですね、はい、ですね、出るタイミング自体はいいと思うんですよ、はい、うん、ムベシ選手がこれ完全にこう耐えるポジションに入って、そうですね、でユパ選手が完全にシュートポジションに入ってしまってるんですよ ね、 そうですね、その役割分担が綺麗にうまくいきましたね。いやしかしそう結構だから今あの CT はあの逆にあれキャップ続けられた方がちょっと困ったんだと思うんですよ、うん、ただ結構この辺は相手の技量を信用してるというか、そうですね、うん、こうこのタイミングで出てきてくれるだろう相手がっていう、そういうこう、そうですね、信用の仕方してますよね。そうですね、いや、まあ、タイブレークはタイブレーク今日はしないやつですね。そうですね、さすがにこう昨日タイブレークしたから今日はいいだろうみたいなところはあったのかもしれないですけど、おそらくねこうカレンはビーゲミング対策というフェーズ2に向けてね、1戦でもう1戦目で、うん、あ、この辺のマップはこう動いてくるなっていうのを練ってきました ね、 ね、かなりもう、うん、でやっぱりそのねこうそれだけ BG のこと信用してますよね。こう来るだろう、こう来るだろう。ある意味ね。うん、まあ、うん、で、もう一つはね、あのね、CT ね、あの、強いか弱いかで言ったらね、強いはずなんですよ。なんでかっていうと、タイブレイク、大体勝ってるんですよ。そうですね。タイブレイクになると、普通は勝つんですよ。あのチームって、うん。で、おかしいんですよ。どう考えたって、タイブレイクってそれまで 4-4 できてるわけじゃないですか。そうですね。
なのに勝率5割できてるのに突然だからそこから勝率8割とか9割になっちゃうんですよね。タイブレークでまだカレンティいっぱいですね。いっぱいしかしたことないんじゃないですか。だからやる気の問題というか、あのやる気の問題じゃなくて、あの集中力がね、多分最後にしか出ないんだと思うんですよ。最後にしか、まあ、しかはやめましょう。集中力が出る時間が短いんでだと思うんで、ウルトラマンみたいなもんで。うん。カラータイマーになってからじゃないと必殺技出ないよっていう。そういう感じだと思う。で、B ゲームはね、多分ね、今回ね、ちょっとね、変え損ねたんだと思います。1日ですからね。やっぱりその、最初の、やっぱりその、なんだろう、逆メーター取られて、ゴーストタウンで負けたっていうのが、やっぱり最後の最後まで効いてた可能性っていうのもありそうですよね。うん、ありますし、ちょっとヒメルズドルフもね、あの、ヒメルズドルフも構成が、構成がね、ちょっと柔らかすぎたかもしれないですね。4で05対策っていう意味では、あの構成は結構厳しい工程だと思うんですよ。多分 EL も多分4005うまく使われると、あのまあ、今日ぐらいの、今日の CT ぐらいだったら多分 EL で勝てると思いますが、あの、EL も、あの、なんて言うんだろう。なんだろうな。このまま、あの構成を続けてると、多分今日の BG みたいに、あの、変な弾き返され方になってくると思いますね。4005に対して。ちょっとこれは対策を練らないといけないと思いますね、どのチームも。そして今日、うん、そうですね、今日はユパ選手が完全に当たりの日だったっていうね。めっちゃ当たりましたね、彼ね。すごいね、最初の頃これ、最初の頃なんだこの下手くそって思いましたよね。言うと怒られるな、あまり。うん、いや、でもめっちゃうまいですね、今。うん、今回はすっごい大活躍で回しましたよね。これは。まあ、もちろんそのチームの中で役割分担あると思うんですけど、そうですね。こう無別選手 BG の選手はね、結構みんな出すんですよ。うん、みんなダメージ出せるんですけど、シティはね、ダメージがすごい偏ってるんですよ。まあこれいいかどうかはまた別の話なんで、うん、あれですけど、あの、RUなんかは、あの、なんだろうな、偏ってるチームと結構偏ってないチームもあって、うん、うん、まあ、なんとも言えないんですけれども、はい。そうですね。そのね、うん、カレンの役割としては、まあ、ムベス選手がちょっとそんな役割というか、こう、そうですね、頑張って耐えてくれるポジションにこう入れられることが多くて、で、ユパ選手がもう、ダメージ出す、いいから打ってくれみたいな、そんなポジションだったんですね。まあ、出ましたね。E5 で2600ですから。しかもこれね、ブラインドそんなに打ってない状況でのこのダメージですから、全然ね、こう、で、やっぱりこう、篠崎選手がいいところで取っていくよ。持っていきましたね、これは。うん、で、このムベス選手のこのダメージっていうのはもうしょうがないですよね。そうですね。で、一つは逆に、あの、BG は113が出なかったですね。っていうか、打てるポジションじゃなかった。そうですね。打てるポジションに入るまでに潰されてしまったっていうのが、そうですね。やっぱりタイミングも合わなかったかもしれないですね、少しね。そのね、登山ってよく言われてますけど、やはりその A ラインの登山に関して言うと、絶対必要になってきますよね、なんだかんだ言って防衛する際。あ、そうですね。今は、その、登って止めるっていうのが一つないと困ってきますよね、ちょっとね。そうですね。その、まずその、1キャップ、北側のキャップに対して、キャップに入られた時にブラインドをまずボコスか入れられる車両が欲しいと。はいはいはい。で、こうね、いざという時、その瞬間的にこうキャップを切れる車両っていうのが絶対的に必要になると。なので、こう E5 とかっていう車両を見るのが多くなってくるかと思われますね、ステップに関して言えば。あとはもう本当に開き直ってバットチャットを多めにして、こう瞬間的に決着をつけに行くかみたいな。そういう二極化どんどんしていくんじゃないでしょうか。うん、さあ、今日のちょっと結果、おさらいしてみましょう。はい。EL が相変わらずです。はい。ダークウルブズがちょっとこれで厳しくなりましたか。まあ、厳しくなりましたね。はい、まあ、ホースマンは元から厳しいんですけど。そうですね。ホースマンは元から厳しいとか言ってたら、ただこれで、こう、ホースマン今日3ポイント取ったんで、まだまだ、ね、メルトダウン、ちょっとどうしちゃったのっていう感じになってしまいましたね。メルトダウンはまずいかもしれないですね。はい、これ2位確定かと思ったら。そうですね。これ、そんなことはないよと。数字が出ましたね。これね、TCZ、ホースマン、ダークウルブズが完全に並びました。あ、これ CT と B ゲーミングがこれ順位逆ですね。23、22なんで、ポイントが。そうですね。これね、こう、手打ちなんでね、これ、試してください。はい。はい。はい。あ、そうですね。これ、あの、だいぶ詰まってきましたね。で、多分ね、CT ってね、TE に対しては異様に強い。あ、なんか。瞬間的に変わりました。なんか見えた。なんか見えましたね。はい、大丈夫です。これで変わりました。CT ってね、あの、TE に対してすごい強いんですよ。うん。対 TE が、あの、このところはめちゃくちゃ強いんで、あの、TE はちょっと、あの、
テイトの直体をどう制していくかも重要ですけど、MD との、ね、直体もどう制していくかが重要になってきますね。はい、B ゲーミングはね、あの下のチームをね、ちゃんと叩いてしまえば、あの6位には多分余裕で、そうですね。ポイント的にね、うん、入ると思います。あの、はい、2位も狙えるのかな、これ。まだね、こう、すごい、こう、混沌とした状況なので、よくはわからないですけど、まだまだね、どのチームも、こう、可能性は、下に落ちる可能性っていうのはありますし、どのチームも上に上がれる可能性はあるよという、恐ろしいですね。いや、もう、EL は見ないようにしましょう。EL は見なくていいですよ。まあ、そこは別のとはサーバーなんでいいです。はい。といったところでね、今週の、このね、土日の週末の、WGL 配信はこれにて終了しますが、来週は残念なことにこうねイベントが挟みまして1週間お休みをいただきまして、再来週の土曜日日曜日にこうありますよという。で今日対戦した2チームが TGS にグルーってやってグルーみたいな来るかもしれない。すみませんというかもうね発表出てるので。発表されてますけど、はい、TGS でねグルーってとこなんで、はい、頑張ってね。はい、皆さんも東京ゲームショウに B ゲーミングそしてカレンティーガが参加しまして、なんとね日曜日、壇上でプレステ4のプレステ4のまずこうワールドオブタンクスを使って対戦を行って、うん、そして、その次はこう PC を使って対戦をするというPC でもやりますよ。あのちゃんと午後から PC でやります、はい、あの午前中にあのプレステ4をやって午後からあのPC をやります。B ゲーミングももう B ゲーミングと CT が対戦するんですよね。確かね。そうです。はい。なのでね、こうね、こうプレこうちなみに PC でね、PC ですごいこうなんだろう、こう華麗に対戦してる彼らがいきなりパッドを持たされてどのぐらいできるのかって言われたら、こうね。多分ね、BG の選手も CT の選手もね、ほとんどね、プレステ4やったことないからね、あのプレステ4やってる皆さんでね、あやってる方が、あの多分このコメントにもいると思うんだけどね、うん、なんだこの下手くそどもって言っても大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。下手くそだと思います。いや、だってね、普段 PS4 とかコンシューマーでコントローラー握ってない方だが、違う、いきなりコントローラー渡されるわけですから。いきなりマウスとキーボードでやってるのに、いきなりプレステ4でやらされるんで。うんいやでもねめっちゃ面白いと思いますよ。それはそれでねこう別の楽しみ方があると思います。そうですね、ある意味ね、はい、この選手たちもプレステ4だとこんなもんだと。そうですね、一応ね、うん、そのねキーボードとマウスつなげればできるよっていうことなんですけど、そうやってプレイしてる PS4 の方々ってそんなに数いないんじゃないかなっていうふうに思います。基本ね、だってパッドあればプレイできるわけなんですから。でね、多分ね、だけどね、みんなね、PC で対戦するよりね、プレス4で対戦する方をね、ちょっと楽しみにしてると思います。あの選手たちは。選手たちはね、意外とね、プレス4を楽しみにしてると思いますよ。まあ、そうですよね。だってこう、ね、全然なんこのスタッツやリザルトと関係のないところで、エキシビジョンですかね。エキシビジョンで、そのね、こう、うん、あのね、僕も去年立ちましたけど、あのステージの上でこう、面白く対戦できるという。機嫌いいのはね、あのプレステ4なんていうね、罰ゲームを見れる、罰ゲームじゃない、怒られる。いやー、でも、大ゲメさん、よく考えてきましたね、うん、プレステ4をやらせるっていう判断はね、非常にいいと思います。うん、どうしてもやっぱり PC 使っちゃうと、殺伐っていう感じになっちゃいますからね。そうですね、ワイワイやって、まあね、あの観客席の方からね、おい、下手だぞ、あいつとかね、そうですね、声かけていったり。ぜひね、こうね、東京近い方で東京ゲームショウよ日曜日行くよっていう方はもう陣取ってねこうやじってもいいと思います。その代わり PC でプレイしてるときはこうかなり真剣に見ていただくと面白いと思います。きっとそうやじってください、はい、皆さんやじってもらって当然応援のね声もねかけていただきながらやじっていただくと、ね、あまりねやじばっかり飛んでるとね出禁になる可能性があるんでね皆さんもね TGS はそうですね、はい、ゴーギミックブース出禁みたいなね、うんあれですよね、プラテ選手じゃねえ、プラテさんもこう TGS には見えられるんですよね。ああ、行こうかなと。僕も日曜日に多分ね、あのウォーゲーミングブースあたり、多分うろついてると思いますのでね、そうですね、ぜひ見かけたらこう声かけていただければ。ねうん、我々二人ね、うん、なんか変なことやってるかもしれませんからね。そうですね、はい、なんかね、楽しみにしてもらって、00ウェイが出てきたら、そうですね。そうですね、BG だと誰が一番人気あるんだろう、サモさんかな。
サモさんが一番人気あるね。サモさんとかね。サモさんが多分一番人気あるかな。サモさんとキュンキュンパワーですね。あともっち選手ですね。そこら辺ね、こういろいろといじっていけば面白いんじゃないかなと。いろいろとね、煽っていってね、したらみんなね、多分ね、楽しむと思いますよ。はい。みんな選手もね、みんなね、楽しみにしてると思うんで。そうですね、こう、うん、ね、こう毎週今行ってきたこう、ね、WGL が、よりと休みの週ですからね。そうですね。CT の選手はオフラインなん、そうですね。まあ、オフラインやってるっつっても、あ、国内でも一遍やったのか。うん。ビチの選手はオフラインで試合するっていうのは、エキシビジョンとはいえ、ほとんど。あの時くらいですか、日体戦？日体戦はオンラインでしたか？オンラインです、オンラインです。だから。あの時は出ましたっけ？パシフィックランブルの時は出てないか。出てないから、実際になんか77で普通にやるっていうのは、うん、やってないぐらいですかね。僕がやってた頃ぐらいですよね、うんうん。僕がやってた頃に国内戦をやったぐらいですから、国内戦でね、戦った時ぐらいなんで、もうあの頃からメンバーほとんど変わってますから。そうですね。うん。うん、で、っていうことを考えると、実質的にはもうほとんどのメンバーやったことないんで、まあ初めて、あっていう感じなんで、この選手は、あ、こういう選手なんだっていうのも含めて覚えていただければね、実際にこうやってオンラインで対戦してても、この選手はああいう選手だったなっていうのを、思い出しながらね、対戦していただければ。ねうん、当日の、試合の解説は、連の、これね、WGL の解説でおなじみの、ねねえー、連の選手がこう実況の方をやるということなので、はい、それも楽しみにしてもらえればなということで、はい、我々はね、こう、遊びに行きたいと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。なんか、前後にはなんか、ガールドンズパンツの声優さんが出たり、そうですね、蝶々さんが出るっていう、そうですね、蝶々さんの、ね、イベントもあるっていう、はい、なんかロボトミ君はなんか試合やるよりそっちの方が楽しみなんじゃないかっていう話をしてましたけど、僕も去年ね、こうそのドゥーチェ役とかの吉岡さんとか、あと上田香菜さんとこう一緒にこうワールドオブタンクスができて、うわこんな機会めったにねえぞみたいな感じで、こうロボトミ君がね、ロボトミ君にその話するとめっちゃ切れると思いますよ。あ、マジですか。なんアトリさんがやってて俺が俺に回ってこねえんだよ。あ、そうか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 、うん、そうですよね。彼はね、声優オタクでありますからね、はい、うん、ぜひね、そうですね、そういった意味でこうね、このリーグだけでなく、そういった他のイベントに関してもこのね、戦車ワールドオブタンクスと WGL 愛していただければなと思ったところで、はい、本日の配信ちょっとね雑談長くなってしまいましたが終了したいと思います。はい、本日の日本語実況配信行いましたのは、実況戦車おじさんこと名取、そして解説はプラテでした。どうもありがとうございました。はい、それでは1週間間を挟みまして、再来週ですね、土日ありますので、そちらの試合もお楽しみに。それでは皆さん、ご視聴長い間ありがとうございました。またよろしくお願いします。東京ゲームショーで僕と握手。はい。